25歳の超越罪が史上初の快挙をやってのけた。現地時間9月22日に敵地で行われたナショナルズ戦にロナルド・ア・クーニャ・ジュニア、ブレーブスが1番右翼で先発出場。初回の第1打席で相手先発左腕のパトリック・コービンから今季40号ソロを放ち、史上初となるシーズン40本塁打 &60 盗塁の金字塔を打ち立てた。 動画、右手一本で特大の衝撃打球簡単譜、大谷翔平の電光掲示板破壊シーンを見る敵地のファンも拍手喝采だった。フルカウントからコービンが投じた内角に食い込む80.5マイル、約129.5キロ、のスライダーを一戦。打った瞬間に本人が確信めいて見送った打球は、瞬く間に飛距離を伸ばしてレフトスタンドに着弾した。 ダイヤモンドを一周しながら、胸を叩き、腕を横に広げて羽ばたくしぐさを見せ、喜びを爆発させたアクーニャジュニア。メジャーでは、ホセ・カンセコ、1988年、バリー・ボンズ、96年、アレックス・ロドリゲス、98年、アルフォンソ・ソリアーノ、2006年に続く史上5人目の40本塁打 &40 盗塁の達成者ともなった。 今季のアクーニャジュニアはまさに出色のパフォーマンスを見せてきた。152試合に出場して、打率337、40本塁打、101打点、OPS1.012、68盗塁と軒並みハイアベレージを記録。ナショナルリーグの MVP も確定的と見られている。間違いなく球史に名を刻まれるアクーニャジュニア そのすさまじいプレーは大いに賞賛に値する。そんな25歳の活躍を目の当たりにした MLB の公式番組での比較論が話題となった。現地9月22日、MLB 公式ネットワーク、MLB ネットワークの人気番組、MLB トゥナイトは、誰が今年で最も素晴らしい選手だったか、と銘打ち、アクーニャジュニア。 とレギュラーシーズン途中に故障離脱を余儀なくされた大谷翔平、エンゼルスの比較を展開。ゲストとして招かれた元エンゼルスで、MLB 通算703本塁打の大打者アルバート・プー・ホルスは、大谷が怪我さえしてなければ、この話は100%意味のないものだった、とし、持論を語った。彼、大谷は誰にもできないことをやり遂げたんだ。 もちろんアクーニャが毎日のように積み重ねてきたことも特別なことだ。でも、もしも大谷が健康に9月の1か月をプレーできていれば、この議論は意味や答えは変わってくる。そうなっていたなら、MVP は間違いなく大谷だ。現状では僕はアクーニャを押すけどね、過去3度の MVP に輝いたレジェンドをして、間違いなく MVP、と言わしめる大谷。 惜しくも怪我によって、完全欠場を余儀なくされたが、規格外だった今季に彼が残したインパクトはやはり特大だと言えよう。あや、構成、ここからネクスト編集部。